おはにょうございます。ハワイとコニャです。タラコおはよう。タラくん、お母さん出かけてきます。火曜日の朝でございます。あらタラニャ、人参さんと遊ぶ？はい、人参さんと鳥さん。タロ君遊びましょうよ。僕はアマゾンからやってきた鳥さんです。タロ君、タロ君遊んでください。遊びましょうよタロ君。あ、気分じゃないのね。お、なになに、緑星人？あ、違った。なに、どこ行くの太郎？まあ、かわいいおちり。おちりのポチッと白いのがいいね。この辺ね、これガーニーちゃんも好きだったね。ここ日だまり。タロおいで、ここ日だまり。タロ気持ちいいね、この辺ね、日当たりいいんだね。ん、日だまりにいるの？あいでタロ、タロここあいで。あー気持ちいい、あー気持ちいいねえ。ガーニーちゃんもよくこうでゴロンゴロンしてたよ。というわけで改めましておはようございます。今日はハロウィンマンデーですね。なんか風が吹いてきた。マンデーじゃない、チューズデー。今日は火曜日の今朝8時半でございます。ご覧の通りバス君はおりません。どうぞご自由にって感じで。まだね、波あるんで、恒例の私はタウンに行きます。毎日ね、今週も先週もやったんですけど、ちょっと毎日違う板を乗ろうチャレンジで、今日はすごい久しぶりに、多分1年ぐらい乗ってなかった板を持ってるんで、ちょっと楽しみです。新しい板買った気分で。というわけで皆様、快晴の粉ブルーぜひご一緒にどうぞ。ではでは、レッツゴー。ちょっと思い立ってですね、面白みがないかもしれないんですけど、今これパラニを下ってます。パラニロード、毎日毎日ね、なんか今日もルートどうやって行こうかな、どのドライブね、トゥギャザー楽しんでもらおうかなと思ってたんですけど、最近ここ数日連続で私いきなりワープです、こんにちは金亀さんになっちゃってるので、ちょっと面白くないかなと思って、面白いかもしれないですけど、今日はねちょっとこのめっちゃ何もない住宅街、パラニの特徴は本当なんだろう、日本の田舎町っぽいですよね。どっかでなんかコメントで拝見した記憶があるんですけど、結構道路狭くて、で路肩ゼロで、このよく見ると左手なんかこれ路肩一応線引いてあるんですけど、いやそこ人間通れないでしょうっていうね。でアイアンマンの時、ここバイクでトレーニングする人いるんですよね。めっちゃ危ないから日ならに行こうよっていうね。そうそう、日ならにといえば分かりました、以前も日ならにですか、ハイナラニですかって聞かれた記憶があって、それについてお話ししたことがあると思うんですけれど、正しくはヒナラニです。ハワイ語は、なんて言うんだろう、ローマ字読みみたいな読み方するんですよね。で、HI は、ヒなんですね。ヒナラニで、そうそう、前同じ話したような気がするんですけど、日本語の、気づいたのが、日本語の Google だとカタカナでハイナラニって出ますね。なんで気づいたかっていうと、私の Google は、アメリカの地域設定で、英語人になっちゃってるんですけど、お客様っていうかご視聴者様から質問があって、添付のねスクリーンショットを拝見したら、ハイナラニってなってたんですね、カタカナで。なるほど、そういうことかって思ったんですね。で結構面白いのが、実は英語でも、例えばこうなんだろう、あれです、 GPS、 いわゆるカーナビ、カーナビですね、 GPS で、オネオネストリートを111
Street っていうんですよね。あのアメリカ人なんで、Google さんはハワイ人じゃないですから、あのオネオネストリートって O-N-E ですね。オネオネなんですけど、ワンワンストリートになってしまうっていう、そういうのを思い出しました。すごいどうでもいい話なんですけどね。あのハワイ語ってなんか母音が多いですよね。ここもそうですけど、ケアラカアですよ。カアアアウウエエですよね、本当に。あー、こっから綺麗なんですよね、これね。この辺りすごい好きです。今日はね、ちょっと後で、オフィスにも行かなきゃいけなくて、ってことはベルトロードの、うちひならに違う、それはコストコロードですね。あれです、何カイルは、何カイルはなんで、どうしようかな、今めっちゃ悩んでます。どうしましょう、これね、ライブだったらね、なんかどこ行きますみたいな。あ、ライブやりましょうか、今度ドライブ、ライブやります。あ、でも午後ですよね、午後1時2時とか。でも私もコメントに答えられませんよ一切ずっとライブ回しっぱなしで、あれやりましょうか、なんだ、アリードライブ。今日なんかもうお年寄りみたいですね、あれあれとか、とかそうそう、あれあれダメだこりゃ。アリードライブをね、金亀さんからカファルぐらいまで、ケアオホーショッピングセンターまで行きますか。あ、コナの KTA からケアオホーの KTA まで、ライブドライブどうですか。どんだけだって感じですけどね。ちょっと考えてきます。やってーっていう声が多ければ言います。週末ですね、やっぱりね、皆さんなんとなくですけど、週末の方が多分お時間がね、あると思うんで、平日の真っ昼間だとね、そりゃ仕事してますがなっていう方が多分結構多いと思うんで、それかこの間みたいにあれもいいですね、サンセットライトもね。なんか最近プレミア公開も、ライブもやってない自分に気づきました。ごめんにゃしゃい、今週末あったりやりましょう、どっちか。今週末ね、いいですね、いいですね。プレミア公開でもいいし。あー、でどうしよう、どうやっていこう。ちょっと違うルートで行こう。よし、今日はここを左に行きます。あー、今ヘンリーストリートのところを左に曲がって、あの先海が見えて、ロイヤルコナが見えるんですね。今持ってるのはこれで、ベルトロード行っちゃわないで、この突き当たりまで行って、ちょジャックさんに挨拶しながら行くっていうルートかなとか思ってございます。すみません、めっちゃ思いつきなんですけれど、まあよくもまあこんなに思いつきでずっと喋ってられるよねっていうと、多分なんだろう、隣に止まった人が私を見たら、あの人きっと、あ、なんか多分イヤバッドかなんかしてて電話で喋ってんのかなみたいな。いや違うんですよ、独り言なんですよずっとみたいな危ない人ですよね、本当。だからね、窓閉めてるんですよ。うるさいのもあるんですけど、風の音がね。はい、あら、今日は信号によく引っかかる日だわ。すっごいごめんなさい、また気が変わってちょっとね、なんか車が多いなと思って、ちょっと渋滞気味っぽかったので、ね、気がついたらもうすぐ、え、9時じゃんっていう。家を出てね、結構なんか20分ぐらい経っちゃってたんで、ちょっとやっぱりとっとと浜に着きたくなってしまい、ついついベルトロードをちょっと左折してしまいました。というわけで、ちょっと今日は高速でバビューンとハイウェイで行きます。で、あそこですね、この道路の醍醐味は、ラーロアアベニューからの絶景ジェットコースター。というわけで、
りずにお付き合いくださいまし。はい、お疲れ様です。ラーロアアベニューという信号がございます。ここをね、海側に降りていくと綺麗なんですよね。あのコストコロードこと、ひならにと同じぐらい綺麗。あ、すごいタイドラインが見えてる、ね、潮目がなんかちょっとざわざわしてる。あ、いや、今日は結構オールマイティーな板を持ってきたので、私が乗ってる板はまあいろいろなんですけど、昔はね結構カリフォルニアの板好きだったんですけど、今はね、ちなみに今日持ってきたのは、ノースショアの、サンセットビーチに今も住んでる、もうレジェンドですね、バリーカナイアンプニーという、すごいシェーパーが、伝説のサーファー兼シェーパーがいるんですけど、そのバリーカナイアンプニーに、カスタムシェープしてもらった板で、本当にね、板私3枚持ってたんですけど、過去形になってるのは今2枚なんですね。1枚去年折っちゃったんでロングボード今2本あって、本当に宝物です。なんか自分をなんか別の世界に連れてってくれるような素敵な板です。あとはね、HIC、ハワイアンアイランドクリエーションズだっけ、 HIC の、スティーブ・モーガンっていう人の、すっごいノーズライダーシングルフィンと、あとは、もういい板ばっかりなんですよね。こんな話してわかんない、わけわかんない人もいると思うんですけど、わけわかってる人はわけわかると思うんですけど、あとはね、ディック・ブルーアーです。ディック・ブルーアーの本人シェイプ、これはさすがにねカスタムじゃないんですよ、ですけど92、シングルスタビです。私はシングルフィンで乗るのが好きです。あとはふみちゃんの板もね、ふみちゃんの板も実はランディラリックなんですよね、サンセットビーチのパブ。それからあとはロジャーハインズ、カリフォルニアといえばロジャーの、ロジャーハインズの私610のすっごいファンボード、楽しく乗らせていただいてます。あとなんだっけ、こんな感じか、ね、もうなんか最近はね、なんか量より質、本当に一時多分人生マックスで20本ぐらい板私は持ってたんですけど、日本だとそれ限界ですね。よっぽど田舎にでも住んでない限り、だって置き場所ないじゃないですか。私ね、昔すごいなって自分でも思ったのが、鎌倉のアパート、6畳一間のアパートに住んでたんですけど、由比ヶ浜の方のね、そこで、ちょっともう一回後で記憶をたどってちょっと数えてみますね。確かね、10枚ぐらい板持ってたんですよ、その時。6畳一間にどうやってって思うと思うんですけど、ちょっと数えてみますね、記憶をたどってみます。後でそんなこと言ってるうちに釣れちゃいました。最高ですね、やっぱり。やっぱワープだな、10分であそこからワープして、あ、10枚にかかる。スーパーラッキー来た？私ここに止められるんじゃないの？今日もしかして。いや、どうぞベイビー、今日ここに止めるわ。 On the beach with you。 そんなに何がないってこと？え、ちょっと誰もいないじゃん。え、マジ？え、ちょっとどうしよう。見て、ちょっと波あるのよ。ちょっと潮が多いけど、なんで誰も入ってないの？なんで誰もいないの？どうしてどうして？なんか何かがいるとかじゃないよね。それをちょっと確かめないと。今日の相棒はね、このバッグも可愛いんですよ。
ちょっと様子を見ます、はい、行くことにしました。綺麗だからでね、この海側のガードレールのここのところが、あのサムネじゃないや、プロフィール写真、妹とふざけてあのポージングして撮ったのがここでございます。てな感じでちょっと水遊びしてきます。こんなに綺麗なんだもの。ではでは行ってきまんもーす。お疲れ様でございます。これね、自分でマニキュアで描きました。マニキュアアート。こっちもめっちゃちっちゃかったんですけど、苦心しましたけど思いのほか面白くて、ちょっと楽しみございました。なんでだって貸し切りだったんで驚きです。完全プライベートビーチっていうよりプライベートサーフっていう前代未聞の、今ねそこであのサーフレッスンと沖に一人いますけどね、時々割れるんですよこれがまたね、独り占めでございますよ。ありがとうございました。海さん今日も本当に気持ちいいですね。ナイスなタイミングでした。私サーフレッスン11時の回が始まりそうです。12時の回かな。いやー綺麗です。ではではちょっと、会社に行きます。チューしてハグしてって感じだったんですけど、あの誰かさんのところでなんか遊んでんですよやっぱりちょっとハイウェイで行こう、ごめんなさいね。それがね、なんか太郎さん重いのに 7.5 キロもあるのになんかスタタタって走ってきてドドンってこう乗っかってくるんだって。なんか軽く切れて怒ってましたよ。そんなペットに怒るなんてね、太郎さん遊んでるだけだから、本人悪気がないからあったりしてわざとだったりしてドスンみたいなね、やっちゃえよとか、かわいいわ本当太郎さん。もうなんか太郎がいるだけでなんか毎日が明るくなりますねあのなんていうのかな、本当にね、あの先代のガーフィールド、ガー君が旅立ってもう5日後ですからね、あの子迎えたの、太郎迎えたのは。もうなんか電光石火の速さですよ。もうその前の先々代のあのチビが、虹の橋を渡ってからガー君を迎えるまで、ガー君に出会うまで
私8年かかったんですよ。8年末広がり。何言ってんだかね。ちょっと続きます。そんなわけでちょっとね、なんか空模様あんまりな感じ。あ、これちょっと登り切ったところでまたあれやりましょう。サイドミラーがね、結構綺麗な。そうそう、だからまあ太郎はね、本当に私がもう打ちひしがれてもうなんか壊れちゃってるのをなんかガー君がもう見てて分かってて、もう速攻で送り込んだんでしょうね。太郎行ってこいっていう。太郎ぐらいのキャラの濃さがあったらお母さん絶対すぐ笑うって。お母さん元気出るから太郎頼んだよみたいなで信じてるのが幸せなんですよね。でもね、あの猫ちゃんってスピリチュアルなすごい動物だなっていうのはちょっと思いますよね。私、いや犬がそうじゃないってことじゃないですけどね。よっ、ほらこれいいですよね。というわけで、ではでは続きます。ちょっとすごいんだけど、この鳥さん、鳥さん、この子名前なんて言うんだろう。びっくりしちゃうかな。あなた綺麗ね。あら、そっち行っちゃった。あ、飛んでったねえ、ほら綺麗。ああ、ずっと飛んできましたよ。とね、あのうちの相変わらず絶景オーシャンビューオフィスに来ました。ちょっと仕事してきます。お疲れ様でございます。会社でちょっと事務仕事を終えて、お腹が空いた。もう12時半もうすぐ1時か。ちょっとターン中心に向かってます。ちょっとこれも珍しいルートかなと思って、前一回通ったかな。この辺りね、このパインズ、この戸建て風コンドというか、タウンハウスというか、タウンハウス風コンドというか、なんというかがずらっとあって、あとはね、高級老人ホームというか介護施設があったりなんですよね。あとはまっすぐ行くとね、もうあのなんだ、延々と行くと、ストリートマーケット、ファーマーズマーケットに突き当たります。またでっかいクルーズ船がずっと止まってますね。あれ、見てこれ素敵ですよ。なんかメインランド風のリージェンシーフライアシステッドリビング。あのすっごい変な話があるんですけど、今のリージェンシーフアラライって高級介護ホーム、1階に住んでるカルロスさんのお兄さんがカリフォルニアからなんかお金あるし、あれを買ったので、なのか買うなのか分かんない、忘れちゃいましたけど、ちょっと越してくると。でちょっと1、2ヶ月だけ弟のところでお世話になるって言って、あそこの高級ホームにリタイアするんだって聞いたんですけど、もう1年以上住んでますね、うちに高級ホームはどうしたっていうツッコミどころ満載なんですけど、なんかやっぱアジア風の人が、でもなんか通常のこうクルーズ船が来てうわしゃーっていう感じではないですね。ジャックさんの代わりにダンさん、あの人相の悪い方です。お腹空いたわ、どうしましょう。ちょっとお家まで頑張る。なんかやばそうな人がめっちゃいっぱいだ、そこ。いやだ
綺麗です。よし、パレード3日ね、また行ってくれてます、ありがとうございます。トロ流し3日の11月3日の5時から7時、 OK、 予定に入れとこう。あ、それから余談ではございますが、はなはだ私事ではございますが、今日は日本は11月1日ですよね。こっちまだハロウィンなんですけど、11月1日は私のママちゃん の、 あの母上の誕生日でございます。おめでとうございます、母上。まあそんな感じでね、そんな感じってどんな感じですけどこれでちょっとね、どうしても用事があるので、今からターゲットに参ります。はい、ではでは、もうちょい続きます。はい、赤いターゲットさん到着です。色のコントラストが綺麗ですね、とっても。見えます？時給18ドルスタートですってよ。2500円ぐらい、スタート級ですよ、スタート級。すごいよね。いやいやいや、まあ物価も半端ないですけど、まあ賃金もそれなりなんでね。はい、お疲れ様です。いや、なんか最近本当にマジですっごい天気がいいですね。真っ青青。DQ 行けばよかった。でも今結構今空腹で目がお腹空いてるんですよね。そんでもってちょっと結構今生鮮食品も買っちゃったんで、別にね DQ で5分10分アイス食べても平気でしょって気もするけど、いや、もう帰りますうふふんって、なんだそれね。えほら見てください、ふわららいさんもくっきり綺麗。触るなみたいな。タロが遊ぼうだって、ほら遊ぼうってやってるよ。ほらへそ天してるよ、ニャンコが。遊ぼうってやってるよね。 I'm ready ってやってるんだね。いい子だね、タロね。何やったわ。ああ、いい子だね。遊びたいんだもんね。えらいね、タロは。かわいいね、タロ。かわいい。
なんでタロ君ひっくり返ってるの。長い。タロ君長い。あなた大きいね。タロ君バレちゃった。今そっとこっそり近づいてきたんだけど。タロ君寝てたの？一人ででもへそ天してたよ今。眠いよね。ぼーっとしてる。なんかわいい方、なんかわいい方。すぐへそ転しちゃうね、太郎ね。